こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、質問がありまして、慣れによる弊害、ジャムセッションとか行き始めて慣れてくるのはすごくいいんだけど、それによってなんか弊害はありますかっていうお話なんですね。ちょっとやっていきたいと思います。ですね、演奏に慣れるのはすごく大事なことなので、その慣れたことイコールダメなわけじゃないんですけど、まあ緊張感がなくなってくるということですね。緊張感を保ったままの慣れってあるんですよ。そこに持っていかなきゃいけないんですね。で、だんだんこうミストン増えてきたりとかすると、サウンドしてるかそうでないか境界線が分かんなくなってしまうので、それに対する対応策っていうことを考えてお話ししていきたいと思います。それでは始めていきましょう。はい、演奏に慣れるのは非常に大事なことですね。慣れることでいろんな音が聞けるようになってきます。演奏ってそもそもこう演奏、ドラムもピアノも演奏してると自分のことでいっぱいいっぱいなりがちですよね。自分のこといっぱいいっぱいだとやっぱ他の音は聞こえてこないので、他の音に音を混ぜる感じなんですよ。なので混ぜようと思うとなかなか最初はうまくいかないんですが、慣れることでやっぱりこう運転と一緒なんですね。一番下に書いたのと一緒で、車の運転って最初はですね、こう、シフトチェンジしながら、まあ今はもうシフトないのかもしれないですけど、シフトチェンジもしながら、だからクラッチも踏みながら、コムやりながら、でこうミラーも見ながら順番を考えながらやってると、もうアップアップだったんですよね。でもね、だんだん感覚だけでいけるようになってくるんですよ。そうすると、対向車とか他のことを見たりとか、バックが今どの辺にいるのかシミュレーションしながら演奏していくので、ここは今後ろ結構詰めてきてるからちょっと横寄っておこうとか、運転していくのと一緒で先回り先回りして演奏できるようになります。で、慣れることでやっぱり自分のやりたいことが、まあ、こういう風に持っていきたいなとか、自分の演奏いっぱいいっぱいにならないので、相手がこうしたいから、じゃあ自分はこうしたいっていうような思いも出てくるという、だからまあ車の運転と同じ感覚なので、慣れってすごく大事ですね。まあ、慣れてくると緊張感ってなくなっていくんですよ。緊張感がなくなることによってミストーンって、まあ、だんだんミストーン、最初はねミストーンすることによって、うわ間違えたと思うんですけど、だんだんミストーンが増えてくると、ミストーンがミストーンじゃなくなってくるっていうか、まあこれぐらいいいだろうみたいになってくるんですね。だん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 こうハードルが下がってきちゃうんですよ。ミストーンに慣れてしまうとですね、徐々にどっちがいいのか分かんなく、特にジャズって、かなり、ややこしい音を使う、サウンドしているっていうんですね。ミストーンギリギリのハーモニー使ってくるんですね。それとミストーンってほんのこんだけの差だと思うんですよ。で、そこをこう際どいとこやってるのにポンってこう踏み外されると、要はまあ一緒に演奏してて気持ちよくなくなるというか、でだんだんそのそれがこうミストーンなのかミストーンじゃないのか、ギリギリのハーモニーかよく分かんなくなってしまうんですね。で、こう一般のお客さんから聞いたら、まあ普通あんまりこうもうミストーンしてる音とギリギリのハーモニーの音っていうのは境界線、お客さん自体ももう分かんなく、これがいいのかどうか悪いのか分かんないみたいな、ね、ジャズの演奏って結構そういうところが多いんで、だからみんな分からないっていう話になるんですが、そこら辺を狙っていってるんで、それを分かってもらわないとミュージシャンから誘われなくなってしまうんですね。だからミストーンが増えると美しいものとそうでないもの、要は際どい美しさを演奏しているのに、際どい美しさが分からずに踏み外してしまうと、まあただの濁ったサウンドになってしまうんですね。まあこれも車の運転と同じで、だからだんだんこう慣れすぎて、こうまあ要は信号、あこれも無視だろう、黄色だからまあ行ってもいいんじゃないかみたいなところから、ちょっとエスカレートしていくとあんまり良くない方向に行ってしまうということですね。はい、対応策なんですけど、対応策でやっぱりいいライブ見に行ってサウンドしてる感覚を自分の体の中にやっぱ入れることなんですね。で、マイルスの頃とかもそうですけど、いろんなミュージシャンがもう本当にもう隣でいい演奏やってるので、演奏が終わってる合間に見に行ったりとか、そういうことしてるんですね。だから本当にあのジャズストリートとかフェスティバルとかなんかで隣のこうライブ見てるとね、あいいな、久々に見たなって感じになるんで、僕もまあ最近はこう他の人のライブとかもよくこうね見に行ったりするようにしてるんですけど、いいライブを見に行くとね、なんかやっぱりこう発見がありますよね。こういうこともありだなみたいなね。で、良い CD を良い環境で聴くって、これはすごい大事ですね。これはちょっと気をつけてるんですよね。だからもし家にこう本当に防音室みたいなところで大きい音量で聴ける設備があるんだったら、やっぱりレコードなんかで聴くと本当にこう立体感のあるこう CD よりもね、やっぱりレコードの方がこう中間の音がいっぱい入ってるので、こう立体感があるんですよ。で、僕はヘッドホンをですね、結構まあそんなにですけど、これオーディオテクニカのやつなんですけど、僕これ自分で予算3万円ぐらいまでで
いいヘッドホンを買おうと思って、で、名古屋の方だとですね、ビッグカメラっていうところがあって、これ40個ぐらい置いてあって、全部、自分のこの iPhone を持ってって、同じ、基準はですね、自分が目をつぶったらまるでドラムのところで叩いてるような音圧感が一番いいなと思って買ったやつ、これオーディオテクニカのやつなんですけど、これ一応Amazon のやつを貼っておきますけど、これ良かったと思います。これだからしょっちゅうこう時間があるとこれで、もう生のドラムのところで叩いてる音量の音圧感でいろんな音楽を聴くっていうのは、あ、こういう風に音を混ぜてるんだみたいな感覚っていうのをね、でこういう緊張感なんだっていうのもやっぱ聞こえてくるんで、今はもう本当にね、 YouTube なんかももうそのレーティングがものすごく高いやつがあるんで、むしろ CD よりも良かったりとかするときもあるんで、 YouTube で聞くときももうヘッドホンで比較的音量も大きくして体感するってことですね。要はいい演奏を体感してる人が多いんですよ。だからニューヨークでめちゃくちゃいいドラマいっぱいいるんですけど、体感できるんですね。だから真横で体感するみたいな感じで、よくこうパターンだけでも、僕もパターンでいっぱい処理考えるんですけど、実際一番すごいのって音色感なんですよ。だからパターンだけで物事言われてしまうと、そうじゃないんだけどなって思うことはすごくよくありますね。だからこうそのラテン言ってるじゃんみたいなことを言われても、結局その時の音色感で混ざる音を選んでるし、混ざる音色感でやってるんで、後でこうライブで見た感じのやつとちょっと違うんですよ。やっぱりどうしてもマイク通した音と違って、真横で聞いてるとそんな、全然違う感じなんですね。例えばジョー・ハンズワースっていうドラマって僕あんまり最初にピンとこなかったんですけど、生で聞いた時に、あ、これはありだと思ったんですね。音色感でもうやっぱ聞かせるんで、やっぱ音色感っていうのはすごい大事ですね。だから、良い CD を聴く、良いライブを見に行く、生で見るっていうのはすごい大事ですね。で、自分の演奏を録音して客観的に聞くということですね。実際にその、まあ、結局マイク通したとわかんないけど、でもやっぱりチェックしておくっていうことですね。やっぱ適当なミス音っていうのが減ってるかどうかっていうことは、ちゃんと自分が、よりこう、自分の思い描いた通りになってるか。で、自分が一回体感してるものを、マイクで聞くと結構頭の中でイコライザーがかかって近いところで聞けるんですけど、体感したことない人が録音だけの音で聞いてるものとはだいぶ違うんですね。だからこれものすごくこう、大きな違いなん でライブで物事、 YouTube だけで物事を見てて、いろいろ言ってる方とかもいらっしゃいますけど、やっぱりいろいろライブを見ないとやっぱりわからないところってのすごくあるんで、いいライブをたくさん見に行くようにしましょうということでございました。なので、たくさんライブをね、今もコロナもちょっと明けてきたんで、だんだん段階を追ってライブも再開されていくと思いますので、いいなと思うライブはもう、ジャムセッション来る人で、ね、自分やりたいばっかなんで、本当に自分のことばっかになっちゃうんですよね。そういう人ってやっぱなかなか上達されないですし、で、ジャムセッションばっかり行く人って本当にライブ見に行く人多いですよね。やっぱりライブ見に来る人ってやっぱ必ず上手くなりますからね。やっぱりライブを見に行きましょうね。で、良い CD を良い環境で聴くという、まあ、ライブばっかり、ライブももう限界があるじゃないですか。やっぱりなので、CD をやっぱり何回も何回も聴いて、サウンド感をインプットするということですね。で、自分の演奏を録音して客観的に聴くということをやっていっていただければ、非常に改善されるんではないかなと思います。これはもう僕のやり方ですけどね。はい。というわけで、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。